じゃあ2週間ぶりにね、コールオブデューティーウォートン2の方始めます。ちょっとね、前回ね、弟に教えてもらって、DMZ っていうのが全員 NPC でおまけのモードらしいから、こっちの全員オンラインでちゃんと人がやってるものでプレイしたいと思います。で、まあどれにしようかなっていうのはあるんですけど、とりあえずじゃあクワッドでね、やって。これ、ウォーゾーン2は何回目になるのかな ?5 回目か4回目かな?まあ、とりあえずやっていこう。てかね、2週間ぶりぐらいね、プレステ5つけたから、ちょっとダリーナっていうのある。感覚取り戻してないっていうか、もう感覚を完全に忘れてるから。そんな感じかな。今、てんちゃんがいたね、てんちゃん。確か桜坂のてんちゃんってさ、すごい背高いんだよね。スラッとしてね。とりあえずやろう。だちゃんとしたマイク欲しいね。今俺さ、なんて言うんだろう、コントローラーをさ、もう直にさ、もう口の近くまで近づけて喋ってるから、実際こうやってこういう風の方がラジオスタイルの方が喋りやすいんだけど、いざプレイとなるとさ、話してさ、ね、腰を据えてやる感じになるから、ちょっとね、もうちょっとマイク近くあった方がいいなと思って、まあとりあえず今話してプレイの状態にします。こっちだとね、なんかちょっと喋ってる感覚あんまないんだよね。なんか友達と話してる感覚みたいになっちゃうから、なんか味気ないな、なんか違うんだよね。コツがつかめないっていうか、やっぱちゃんとラジオスタイルとか、そっちのなんか芸能関係の方のしっかりしたスタイルの方が俺はやりやすいから、これちょっとね、感覚ないね、鈍ってるとかわからないね。まあでもなんか友達と喋ってるような感じで、なんかね、和気あいあいではないけど、適当にね、喋ってる感じ聞いてくれればいいんじゃないかなと思って、とりあえずやろうか。あれ、出撃開始まで。あ、トレーニングね、オッケー。とりあえずね、はい、やろう。はい。俺の声主張したいから、テレビの音ちっちゃくするわ。ゴレンジャーにして、ゴレンジャー意味わかるでしょ。もうメッシだ、メッシ。かっけえな。まあ、開きも見えた一瞬、メッシが。クワッドの降下地点をマークしろ。チームを導け。ヒロト君にマルコ・ギャミン、ゼウス。ゼウス様いいんだね、ゼウス様。みんな降りてんのこれ。どこで降りようか。みんな降りちゃった。いいや。はい、早っ。エーペックスとかさ、あっちより早いんだよね、俺もね。あ、ヒロトについていこうか、ヒロト。みんな近くに入れちゃう。バトロワモードね、初体験だから、まあちょっとお手柔らかにって感じ。まず、何これ、銃がねえの。銃がねえから、とりあえずもらいに行って。銃あったな。オッケー。で、フラッシュ。フラッシュって確かパフュームの歌にあったよね。どれがいいんかね。M4 の方がいいかな。じゃあ、これ何?いいね。で、とりあえずマップ確認で、要はさ、フォートナイトとかとさ、同じ要領でさ、これが狭まっていくんだよね、半径がね。まあでも絵が綺麗ってことでね、すごいやりやすいからめっちゃいいね。すげえよな、この水のこのほとばしるこの感じね、感覚すげえ。絵者が描写っていうのすごい上手いよね、よくできてる。ちょっと、お
そう、潜れる。まあいいか。はい、こんな感じかな。まあ味気ねえ、ここは。でもすげえな。絵が綺麗。何すりゃいいんだろうな。とりあえず警報鳴って、あの、マップが縮められてきたら、そこに動けと、ね、タイミング合わせて行けばいいだけだから。とりあえずな、こうたことやってりゃいいんじゃねえの。ヒロトもいるし、ゼウスもいるし、俺もいるし。いるいる、どこで？死んだか、死んだか、もう一匹いそうだな。まあいいよ、とりあえず弾も増えたし、いらねえ、金とかいらねえから。でとりあえずもう、あら、マルコ死んでんじゃん。やべえやべえ、間に合わねえな。あれ間に合わねえ、間に合わねえな。無理か、ずいぶん遠いか。無理だな、無理だ無理。ご愁傷様、お疲れ様ですって感じだ。単独行動したのがいけないの。俺らはちゃんとね、3人くっついてんだから。マップがね、狭まんないから、とりあえずね、タックマップにマークしておく。どこだよ。よっしゃ、俺もやろう。ここは危険だ。スクワットメイトは収容所にいる。終わり。来れば再展開が可能だ。どこだ。もう3、4匹倒したんじゃない、俺だけで。3匹か。3匹の小豚。まあ面白いね、基本的にね。もう10代の頃から散々ね、こういうね、 FPS とかね、 TPS やってきたからね、もう初発でね、あの、すぐ分かるんだよね。どこで？まだセーフゾーンの外にチームメイトがいる。でもさ、メッシのさ、あの、オフィシャルのさ、パックについてるやつってさ、やつってさ、サブマシンガンだったからさ、俺さ、多分アサルトライフルの方が使いやすいなと思って、アサルトライフルのさ、なんか限定のさ、カラーみたいなさ、買おうかなと思ってさ、今一瞬ひらめいて。でも本当に買っちゃうかな。だから多分俺アサルトライフルなんだよね、ずっとこの戦争ゲームはね。もう M4 とかね、馴染み深いからね。あと AK シリーズ、基本あるよね。メタルギアとかさ。キャッシュがある。M16 っていうのは確かあったな。メタルギアだっけ。何やってん？あ、俺に？あ、なんかあるんだな、これ。ちょっと見ようか。なんか変えと。何これ。あ、マルコ復活できんの？あ、あと、もうちょいだね。230足んねえから。はい、とりあえず。これ金？ちげえな。超細かい動きやがってよ。やるならやろうよ。これはバズーカ装備。あんな一発で持っちゃうもん。どっか撃っちゃう。どこ行っちゃう。ここでいいか。ちょっと撃ってみようか。わかりやすい方がいいから、この辺でいいな。これでいっちゃう。はい。あ、もう2杯。元に戻して。はい。なんか飽きてきたな。
ウジ虫みたいなゲームだ、これ、ほんとによ。もうちょっとさ、フィールド探索してさ、明るいとこでさ、こんな木陰みたいなとこにいねえでさ、しっかりやれてるわけだよ。なんなん、このちょこ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 やりやがって。ゼウス様なら、ゼウス様らしくいろや。しかもさ、ゼウスってなかなかもう、万人がさ、みんな取りたがる名前なのにさ、本物のゼウスのこれ、アルファベットのさ、当て字だよね、ついてるよね。その本物のゼウスの名前つけてんのに、こんなことちょこまかちょこまかよ、木陰に隠れやがってよ。めんどくせえもんし、コントローラー話そうかな、もうやることねえよ。だいやなの、友達と話すような感覚になってさ。どこだよ。いや、めんどくせえな。早く倒せよ。これ完全に友達と話してる感覚だよな。終わった。さあ、これで、やったことある。早くして。いつも、一対一だっけ？早くしろよ。あ、でも今回うまく喋れたから、これでね、生き返らなくても、まあ、5作目、5話目はこれで終わりでいいんじゃねえの。はい、頑張るぞ。神が二人いんだからよ。はい、ちょこちょこやるぞ。もう俺は前線張るタイプだから、もう行っちゃうから。はい、じゃあ、この野郎、てめえ。この野郎。この野郎。この、めんどくせえな。はい、次。お前が早く倒すよ、前線。なんか出てきたしよ。勝った、勝利、戻った、戻れた、やった、よくやったよ、素晴らしいね、やった、オッケーオッケー、ナイスガイだよ。フォールガイだっけ、なんかそんなゲームあったね。まあいいよ、とりあえず戻って、あ、よし、引き伸ばし作戦、引き伸ばし作戦成功。でまず重補給、銃で、はあ、なんかワンクッション置いてさ、オレンジジュースかなんかさ飲んでさ、パインジュースとかいいね、冷え冷えのね、その南国の感じの、今それでなんかね、サングラスなんかかけちゃって、こう足をさ、こうなんつうんだろう、伸ばして、あーみたいな感じでやりてえねん。ブラボーって感じ。ちょっと違うか。ブラボーは長友か。とりあえず、あいつらにいねえと、ゼウスとヒロと、どこに？俺今どこに？まあいいや、とりあえず高校で。もしゼウスよくやったら、さすがだよ。これ何の字？まあいいよ、とりあえず。はい。これじゃ勝てねえ。これ自転車乗れんの？乗れねえな。多分俺の声が好きな人もいると思うから、俺この一定のトーンで行こうか。このスタイル、でもまあ、日によって変わるから、今日はこれで行って、でもこのスタイルが一番受けがいいと思うから、これで行こうかなと思って、基本的にはね。とりあえずさ、あの M4 とか欲しいんだよ、俺。M4。敵のアドバンス UAV が可能性。金、キャッシュもらって、なんでどうでもいいんだ、こう、ちょこまかすんのも。ちょこまかするのはか。ね。ノアもいたらいいよな。
ゼウスもいてな。ここに向かう。こんな銃じゃやってけねえだろ。何入ってんの？ダフル。ああ、どうなんだろう。強いの？あ、弱そう。あ、ダメだ。こっちの方がいいかもしれない。こっちの方がいい。ただ、リロードが遅いっていうね。ゼウス。なんだこれ。あ、どこに？ゼウス。まあいいや。おいで、そこにいるんじゃん。行き止まりだから、また戻んねえと。あ、いたいた。とりあえずさ、銃をさ、欲しいんだよね。ちゃんとした俺のライフル。キャッシュやけに多いな。こういう細かいもんさ、別に使わないから。敵をマーク。敵がいんの？あ、いるじゃん。これじゃ当たんないでしょ。どこだよ。よし、頼むよ。どこで撃たれてんだよ。あそこにいるの？どこだよ。どこだよ。見づれえな。うまいね。ヤシだけに隠れてんだ。でもゼウスが多分狙ってっから。あ、いた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 。これね。ヘッシュを狙うか、ヘッシュを。いた、いける。あの、死ぬぞ、この野郎。回復、回復。だけどゼウス倒せよ。よっしゃ、倒した。アシスト。いいね。いい連携だよ。お、なんだこれ。あ、弱そうだからいい。どこだよ！めんどくせえな。来るぞ、多分。サークル。敵いんの？どこだよ！めんどくせえな。これやろ、めんどくせえ。ダメなん。ああ、終わりね。よし、じゃあ第5話目第4話目どっちか忘れちゃったけど、今確認するわ。 iPhone で見れるから。とりあえず、ウォーゾーン2の方が、あ、そうか、じゃあ4話目だったね。で、前回11日前だから、まあ、2週間空いてなかったね。まあでも約2週間ってことで4話目あげますんで、まあぜひ見てください。ありがとうございました。小野ゆきでした。さよなら。